もうなんか1件目は全て綺麗、可愛い、すごいで終わると思ったのにそんなことはなかった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっと今回もね、他の人の島にお邪魔したいと思います。にしてもめっちゃいい天気やったな世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか。お出かけしたいラジャーです。ではどちらに行かれますか。通信で出かける。近くのローカル通信の島か、遠くのインターネットの島、どちらでお出かけしますか。ってことでインターネットの島で。ではインターネットに接続します。 OK。ただいま、人食い島がお客様を受け入れておられるようですが、こちらの島にお出かけなさいますか。行きまーす。では、良いフライトを。グッドラック。いやー、楽しみすぎる。飛び盛りですらね、めっちゃ作り込んどる村やったけん、さらになんやろうな。やば。まだ見てないけど、すでにやば。来たよ来たよ。アテンションプリーズ。陶器はまもなく人食い島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前3時40分。天気は晴れ、気温はそれなりでございます。陶器はまもなく着水いたします。今ジャックおったね、かわいいおーし、人食い島に到着。いいね。でもなんかパッと上から眺めてみた感じ、あれかな、普通に、びっくりした、なんかと思った、カブトガニやっけ。こんな感じでおるんよ、えいビビる。直せないんすかこれ。もうひっくり返ったまんまなの。あ、起きる。おーすごい、へえ。あ、浜辺とかに置けるんやね、カブトガニ。てか取ったことない気がするけど、なんかちょっと田舎町っていう感じなんかな。ね、上からパーッとこう眺めてみた感じは、普通に綺麗な感じやったよね。砂のお城。で、家の中それぞれが違ったホラーになっとるらしいんやけど、なんか歌聞こえん？トタケケ？がおるってことかな。この辺は、動物の家ゾーンってことかな。私今のところさ、このマークの、マップ上のマークの見方もいまいち把握できてないけど、多分この辺のは動物の家やね。ん？なんかいっぱい魚たち。あ、すごい、なにこれ、干物。へー、こんなんあるんや、いいないいな、なんかこういうのいいね。へー、びっくりした、なんかと思ったちょっと焦った。え、これってワカメ？ワカメも置けるの？へえ、これはマイデザよね。何のマイデザなんやろ？なんか、得体の知れない生き物。エイリアン的な？え、エイリアン的な。ねえ、ちょっとかわいい、ジャック。おや、君はルーキーかい？おっと、失礼。よそからのお客さんなんだね。はじめまして、僕はジャック。溢れ出すパッション。人食いの猫さ。人食いの猫、怖い。朝日にきらめくオーシャンビュー、星空は瞬くイルミネーション、雨元はまるで初恋のメロディー。キザだな。この島の自然は素晴らしい、ぜひ君も味わってほしいにゃん。語尾が可愛かったこれは自分で設定した語尾ってことかな。え、可愛い、これ人の家ってことよね。ソーセージやって、ソーセージ。でもってこの、え、入り口のさ、ドアめっちゃ可愛くない？魚や魚。これは、こういうのが DIY で作れるんかな。お邪魔します。おー、すごい。Welcome。これはこういうのがあるんかな。え、なんかね、最初に訪ねた島もさ、なんかこういう、ラグの S のやつさ、可愛かったんやけど、私、そんな可愛いの全然出てこないんすけど。どこで手に入るんでしょうか。え、この壁紙、めっちゃ可愛いんやけど、何？マイデザ？え、超可愛くない？
すごいおしゃれよね。え、すっごいおしゃれよね。え、かわいい。え、すごい、なにこれ。めっちゃなんかサインなんやけど、漫画家さんたちかな。かわいい。いいね、いいね、なんか。そして、おしゃれだわ、食器たちも。はい、それじゃあ、左の部屋へ。でもあれよね、あの、入り口入ってすぐがおしゃれやったけんって、気を抜いてはいけないのが、ここは人食い島ということだ。こっちはなんか海鮮系を扱っとる感じ？ちょっとこのぐらい。でも普通に綺麗よね。でも外のソーセージって豚の絵やったけど、本当にちゃんと豚なんかな。私あのジューンブライドの家具全然行かせてないんやけど、てか飾ってもない。お、奥は厨房。あ、でも普通に、あ、ウニってこういう感じで置かれるんや。へえ。なんか全然こう、私魚もそうやけど、魚一応奥の部屋に今ちょっとだけ置いとるけど、あんまりね、室内に置いたりとかしてないけん、全然どんな感じで置かれるんかもわからんよね。パスタやん、パスタ。ごめん、火止めた。え、いいね、いいね。普通になんかおしゃれで美味しそうな感じ。私この辺のスープジャー、キャンプ場に置いとるわ。なんか色の組み合わせとかもいいよね。これはやっぱり、いろんな人と協力して集めたとかそういう感じなんかな。ちょいちょいツイッター上とかで交換しませんかとか、これ持ってますよとかあるもんね。お、右側の部屋、ここなんか絶対 VIP な感じや。あ、これあれかな、予約してさ、なんかお祝いみたいな。それでなんか、こっちの VIP 部屋に通されたっていう感じか。いいね、いいね。これ何の魚やろ。そっか、何の魚かはわからんが、びっくりした、電気が。こういう風に、こういうおしゃれな感じで絵画も使えたらいいんやけどね。今んところ全然こう、常吉がやってきて、やってきとるかもしれんけど気づけんけん。全然絵画が集まらねえや。はい、そして、2階へ。あ、2階は中華？え、いいね、いいね。これ何？あ、カレーとかヒラメとかそういう感じか。ヒラメの方？がでかかったんやっけ。すごい、タコこんな感じ。え、タコってこれは、あれ潜って取れるやつ。あ、すごい。なにこれ、スッポン？カミツキガメか。いろいろと、なんか飾ったらこういう感じになるみたいな。全体的に初めて見る、すげえ。コバンザメって食べれるん。いいね、いいね。なんか、いろんな食べ物屋さんが集まっとる感じ。じゃ、地下は和食とかかな。違うんかな。ん？今のところ特にソーセージで出てないけど。別にあれか、ソーセージ専門とかいうわけじゃなくって、そこの料理で使われとるソーセージの中、ソーセージがおすすめみたいな感じ？はい、それじゃあ地下へ。おう、なんか急な人食い要素来た。急な人食い要素来た。誰？花嫁さん。え、あれですよね。あの、VIP 部屋で予約してた方ではないですよね。あ、こいつはなんかウェディングケーキあったけど。へへへ、怖い。え、これ落とし物飾れるってこと？うわ、これ外に飾っとった方はこっちの豚のソーセージやけどさ、見てこれ。明らかな人肉やん。人やろあれ、四つん這いになった。恐ろしい。ほら、そしてなんかこのね、ポップな音楽もね、ちょっと狂気じみた感じがするよね。そしてこれも多分、あえてこの色をチョイスしとんやろうけど、人の血っていう感じの色よね、ミキサーの中も。いやー、ここで食事をとっている人は一体誰なんだい？だって、この人専用ってことよね、ここは。えい。これ何？
業務用冷凍庫。へえ、そんな感じ。なるほど、こういう感じなのか。なんか箱がいっぱい詰めてあった。へえ、ポップな音楽でこんな、ね。もうなんか一軒目は、すべて綺麗、可愛い、すごいで終わると思ったのに。そんなことはなかった。やっぱね、人食いだもんね。地下は和食かもとか思ったのに、全然違ったわ。地下は人食でした。はい、そして、なんかこういう感じの、あ、いいな、なんか、道の作り方もこういうくねくねってした感じ。いいな、おしゃれだな。なんだかすごくおしゃれだな。どこから歌声が聞こえるんやろ。なんかここのドアすごい豪華じゃない。めっちゃ豪華じゃない。誰の家これ。トンファン。多分、ゾウ？名前の響き的に。あ、すごい。なにこれ？ DIY スペースあるやん。そういう感じ。ここがあれかな？島の中心ってことかな？マップ。中心なわけではない。なんか、あれか、ちょいちょいそういう場所があるんかな？もしかして。あ、なるほどね。このベッドを車に見立てる。あ、なるほど。そういうやり方があるんか。確かに。確かに、車こんかなって思いよったけど、車型やもんね、このベッド。なるほど。うん、ちょっと、うん。ちょっと、私も、そうしてみよう。今なんか、ヤシの木に虫止まっとったけど、私の島一回も止まっとったことないんやけど、どういうこと？何かあるんすか？どうしてそんな感じなんだろう。家に自販機めっちゃいいやん。超いいやん。ということで、ちょっと、お邪魔しますね。2軒目。ここは、病院？お、ジャック。見て見て、なんか服装が。やっぱり今着とるやつとは違うんやね。これが元のやつかな。ベスト。ここは病院の待合室ということでいいんだろうか。じゃ、とりあえず、左の部屋から行ってみましょう。なんか、ちらほらと、本やノートが落ちているのは一体何なんだろうか。うん、ここは病室だね。大部屋。足の悪い人がいるんだね。ここはなんかモビールついとるけど、子供とかなんかな。そういうわけじゃない。部屋全体の感じかな。ぽいね、ぽいね。さあ、そして、次は奥の部屋に行こうか。あ、ここは診察室ってことやね。ふんふんふん。こういう感じで。まあ、ごく普通な。こんなところも映されてしまうのか。だってさ、なんか、服、びっくりした。動くんやね、このカメラって。動くのね。だってさ、こうやって座って診察してもらいよってさ、服たくり上げることみたいな、ない？いや、まあ、子供のうちしかそんなのないけど。大人だったら大体ね、服の下から手入れるぐらいやけど。かわいい。これ、いちごのやつ？プロテイン。めっちゃかわいいんやけど。私なんか、いかつい感じのしかなかった。何あれ？なんか壁に貼ってあるやつ。ああいうのがあるってことなんかな、ちゃんと。作ったわけじゃないよね。多分。わからんけど。わからんけど。はい、そして、右側の部屋はなんか、これはな、どうしたんだろう。入りますよ。へえ。なるほど。こういう感じだから、ちょっと止めてあったのね。これは、殺してください。何？ここで何がされてるの？なんか、診察して選ばれし者がこっちに入れられるってこと？なんか、撮影スペース。殺してください。そしてなんかちょっとした布団。ここで何されるの？撮影ではない。照明があるだけ？
なんやろ。え、監視カメラとかは、この部屋にはついてないね。なんなんやろ。この部屋で一体何が行われているのか。関係者以外で立ち入り禁止ってことよね、ここ。ずっとあそこで過ごさされよんかな。ね、わざわざこんな看板を立てかけて、こっちには入るなと。え、怖いよ。はい、2階へ。病院でしたよね。え、なんかマンボってこんな感じで入れられるん。何の自由もないやん。まあ、イケスやけん。イケスってことか。待って、こんなところにもおるし。なにこれ、モスラ。え、でかすぎん。なんか知らんけど、が模型にしたらこんなでかくされるん。もっとちっちゃくていい。いやー。なんて不気味な部屋。うわ、ちょっと待って、座った。座った。これは人の顔ってことでいいんですか？え？なに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 ？え、ここで、特殊な生物と、待って、ダイオウグソクムシなんでケースから出てるの？ああいう感じになるの出てこようとしないで。なんかこの部屋さ、特殊な感じの生物ばっかりおるけど、え、人と組み合わせるわけじゃないよね。別にあの、キメラにされるとかそういうわけじゃないっすよね。だって病院やけんね、そういうなんか、整形手術的な。へえ。え、なんかさ、あの、2階には顔があったけど、地下には、ええー、びっくりした。めっちゃびっくりした。なんかと思った。ゾルさんか。焦るー。超絶焦るー。これは、実験に使われるモルモットということよね、きっと。なんか、めっちゃ何が動いたんかと思って一瞬、焦るしー。そっかそっか。そういえば地下にいますって言ってたな。なんかゴキブリいるんだけど。へえ、ここはここでなんか不気味なものばっかりいるな。これは？何これ。怖い。怖いよー。ブル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 。ここでは一体、ここでは一体何が行われているんでしょう。あ、やっぱここゾルさんのところってことなんやね。外になんか、ポストがあるなとは思ってたんだ。え、何ここ、ここで何かが買われて、怖い怖い怖い。プルプルしながら近づいてこないでください。へえ、こういう感じ。でも何かしら、え、ここに寝かされていた人があそこで切り刻まれているの。そういうことか。ぽいよね、ぽいよね。へえ、そういう、あ、しかもなんかこれ撮影されてるね。え、ここで何か解体衣装を映してたということだ。ひえ、ちょ、怖い怖い怖い、笑ってる。笑ってる、狂気じみてるよ。ふわー。ここは狂気のゾル先生の病院ということなのね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。